えー、安倍首相が奈良で参院選の街頭演説を行っている際に、えー、元自衛官の男から銃で襲撃を受けたというショッキングなニュースがありまして、えー、各メディアでも、ね、最新情報の放送がされています、えー、この速報に対して、ね、安倍氏の盟友であるあのドナルド・トランプ氏です、ね、前、えー、大統領ですねアメリカのが、えー、トゥルースソーシャルという SNS でメッセージを発信しています、えー、今日は、ね、トランプ氏のメッセージをこう戻り役をしないサイトトランスレーションでお届けします えー、安倍さんにメッセージ届きますように、えー、では始めていきましょう Absolutely devastating news ここから始めていきますね、えー、Absolutely 絶対的にですねこれも結構会話ではよく使う表現ですねはいそしてデバステイティングこれはね壊滅的なっていう意味になるんですけれどもこれはねえっ、ー、と英検で言ったら一 レベルの単語かなあんまり使わないかもしれないんですけども,もうでも割と会話で使いますねあの私もうなんかいろんなことあってさ失礼しちゃってさもうむちゃくちゃなのとかっていう時に「I'm devastated」とかって言ったらもうあのボロボロな状態なんだなってそういう時にね使ったりするあの単語ですねなのでもう絶対的にもう壊滅的なニュースでありますとそしてここに「that」っていうのがありますね「that」はこれ関係代名詞ですねえっ、ー、とどんなニュースかっていうとね っっていうう、ね、って,てっいいいう風にね訳しもららたですこうすることでね、えー、戻り役をしなくてよくなりますので。えー、いきます。えー、Former Prime Minister, Shinzo Abe of Japan ですね。Former、これは前のっていう意味になります。えー、そして、えー、首相の Shinzo Abe さんですね。Of Japan、日本のっていうことです、えー。こうやっていくとね前に戻り役しなくてもねあの読み進めていくことができる。これがサイトトランスレーションなんですね。 えー、続きやっていきますね。A truly great man and leader ここいきましょう。A truly 本当に。そして g r e a t 素晴らしいメン男。そして LEADER、えー、リーダーである、えー、安倍晋三さんがということですね。Has been shot. です。えー、打たたれましということですね。えー、ここで現在完了形使っているのでまあ、打たれた状態で今もあのまあ、重篤な状態ですよということをこうあのニュアンスで伝えられますよねそして「and is in very serious condition」そして、えー、と打たれてそれから、えー、現在は、えー、とても serious 深刻な condition 状況にありますよということを言ってます、えー、そして続きやっていきますね He was A true friend of mine, and です、ねえー、彼は私の本当の私の友達であり、そしてですね、えー、much more importantly、もっと重要なことには、えー、アメリカにとっても、えー、真の友達でありますということですね、はい。続きやっていきましょう。Uh, This is a tremendous blow ということです。えー、tremendous っていうのは もう意味になりますもうビッグどころじゃなくてもう本当にめちゃくちゃヒュージも超えてめちゃくちゃ大きいなっていう意味になります、えー、このブローっていうのは打撃のことになりますえっ、ー、とボディーブローとか言いますもんねそれと同じことです、えー、特にね精神的な打撃とかっていう時にも使っていきます、えー、そして、えー To the wonderful people of Japan ですね。日本の素晴らしい人たちにとって大きな打撃ですということですね。えー「Who?、えー」ってあるので、えーと、ちなみにどんな人かっていうと、Who loved and admired him so much、えー。この日本人どんな人たちかっていうと、えー、安倍昭を愛して、そして尊敬していた人たちですということですね。 えー、続きやっていきましょう。We are all praying for Shinzo、えー、私たちはみんな、えー、心臓のために、えー、祈っています。そして、And his beautiful family. 彼の、えー、美しい家族のためにということですね、うんあの。とても温かいメッセージだなというふうに思います。最後にね、この,あのトランプさんからのメッセージ読み上げていきますので、えー、リスニングに使いたい人はリスニングに使ってください。Okay? さあ、やっていきましょう。Three. One absolutely devastating news that former Prime Minister Shinzo Abe of Japan, a truly great man and leader, has been shot and is in very serious condition. He was a true friend of mine, and much more importantly America. This is a tremendous blow to the wonderful people of Japan who loved and admired him so much. We are all praying for Shinzo and his beautiful family. さあ、ということでした、ねあの。彼のメッセージが届きますように。えー、このチャンネルですけども、普段はは、ね、Twitter の,あの楽しい投稿なんかを使いながら、えー、こうやってあの戻り役をしないサイトトランスレーションというのをやってみたり、えー、しています、えー。サイトトランスレーションね、えー、プレイリストがありますのであの、見ていただければなと思います。Okay, thank you very much for watching the lesson. I'll see you in my next video. Bye for now! このこのチャンネルはわいや、yeah、右半身左半身現役英会話講師による夜る面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよだからまずはチャンネル登録登録よろしくお願いしますします